ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。はい、いいえです。外の目隠しにする葉っぱもまあまあな感じかな。ちょっとこの辺がごちゃついたのを少し後で直したいかな。ポンちゃんは、ポンちゃん顔真っ黒、そしてピント合わない。この辺ピント合わない、ピントが悩む。目に合わせろ。どうだ、ポンちゃん。いいですね、ポンちゃん。こんな画角いかがでしょう。はい、美しいです。ジャン君、なんか不思議な状態になってる。まあ猫生活にはちょっと、関係ないんですが、部屋の片付けの一環としてですね、このこれ本当はこういう方法ですね。これ上下、これこの棚をテレビの下に、横倒しにして設置しようと思っています。これによっていろんなものが収納もできるし、いいかなと。この辺もすっきりするかなというふうに考えています。スタート。テレビ台が完成しました。この小さなものですね、ローテストかな。そしてこういうことがしたかったんですね。なんだ、 A4 は縦には入らないだね。どうなるのか、まあ仕方ないですね。お誕生日のこの本はいけるか。歌関連は大丈夫、これは無理。絵に関することの、普段出し入れが多いものをこの中に入れようと思います。収納のことをこれで喋ってもしょうがないね。では